ハイチューブ TV。札幌占い美容室ハイマガシの後藤です。今回は宿毛矯正の、やり方をちょっと説明したいと思うんですが、かなり、今回のモデルさんは、伸びづらいというか、微歯毛で、結構アイロン入れた後に剤つけるとうねったりとかするんで、今までもちょっと失敗してきたんですが、スペーラーと GMT と、一応グリセリンで、やってます。で、ウェット率はちょっといつもよりは若干高いんですが、どうしてもちょっとウェット高くしないと伸ばせないんで、結構根元の方がで、どれぐらいかっていうのは、根元の方、毛先は完全に乾いてるんでティッシュ濡れないですよね。で、結構動画で見ても分かんないことが多いと思うんで、どのぐらいのドライ率かっていうのを、ウェット率かっていうのをちょっとお伝えしたいと思うんですが、毛先はもう完全にドライの状態にかなり近いですね。で、この根元の方は若干ウェットの状態なんですが、ティッシュを押し付けて見えるか、ちょっと斑点がこうつく、ちょっと分かりづらいと思うんですけど、濡れるんじゃなくてちょっと斑点がこうつく、水滴の斑点がつくぐらいの感じです。で、顔周りの方を最後にやるんで、顔周りの方はちょっと水分多くしてるんですけど、ちょっと分かりますかね、ちょっと分かりづらいかな、少してててんてんって水分がつくぐらいのウェットの感じです。で、これぐらいが、僕はちょうどいいんですけど、この状態で今この辺までウェットにして、毛先は、ドライの状態です。で、いつものようにグローブと、このコンロー用の、爪につける、爪というか、分け取るやつで5ミリスライスで、やっています。で、ポイントは、僕のオリジナルのやり方なんですけど、まず根元を一回しごきます。根元しごいて、それから190度のアイロンを入れます。入れたら、上下に振ります。で、これで上下振ることによって、空気で冷ますのと、あとは髪の毛に若干こう当たる面をちょっとずらしていくというか、まず横にします。で、その後に追いつくような感じで、このような感じで少しずつ髪の毛をずらしていきます。で、ポイントなんですけど、この辺に来たらこのプレスの力っていうのがほとんど入ってない状態なんで、強く押さえてないような感じです。なので最初の中間ぐらいまではこの押さえるプレスの力は入れてるんですけど、この辺まではプレスの力入れてるんですけど、もうこの辺になるとほとんど緩めてますね。毛先の方はそんなにちょっと隙間開けるぐらいの感覚でやってます。毛先結構ダメージがあるので、今までの、蓄積されたのがあるんで、以前システアミンとかも使ってたので、どうしてもちょっとダメージの方が出てきてしまって、最近は、このスペラーと GMT ではあるんですけど、
これがあるので、高分はほぼ使わないですね。一回横に、しごきます。最初赤いやつ入れちゃうと根元やけどしちゃうので、アドストが先ですね。はい、アドストの後にこの、赤いアイロンが追いついてくるような感じにしてます。この辺はテンションかけてません。通常でやるよりも水分が抜けやすくなるので効率がいいですね。ここを横にしごいて、それから赤いアイロンが入っていきます。でこの辺はプレス力が多少あるんですけど、中間あたりから抜いていきます。はい、この辺は力をかなり抜いてますね。で、このウェット水分量がやっぱ間違っちゃうと結構伸びないので、細毛のビシスモの方とかは本当気をつけていかないと、結構後で裏切られてがっかりしてしまうこともあるので、気をつけていかないとダメですね。ちょっと読めないところがあるんですよね、実際に。今回、ある程度セミロングのストレートなので、まあ、っすぐこうやってるんですが、例えば短い肩下とか肩上ぐらいの短いスタイルの時は、この2つのアイロンの使い方がちょっと変わります。今回はちょっと、アドストを90度に折ります。でその状態で上下運動させて、若干内巻きを記憶させながら、やっていったりとかしますね。そうすると少し収まりが良くなったりとか、まあ気持ちだけなんですけどちょっと変わります。まあ、ロープの場合はまっすぐでいいんですけど、ここを90度に曲げた状態で、入れていきます。で、なじましていったりとかしますね。そうすると収まりがちょっと良かったりとかします。